はい、こんにちは、トメです。今回なんですけども、まあ、天魔の古城1でブリギットを使いつつ、まあ、ワンパン編成で遊んでいこうかなって思います。正面、まあ、実際にやる場合はマスを使うと思うんで、マスを編成します、フレンドに。で、最初はね、リットンを壊しつつ、カチリンをね、最低1体は倒しに行きます。で、これブリギットでカチリンを倒しつつ、鳥をね、しっかりとやりたいんですけども、入れ歯してしまいましたね。ロミオスタートがいいんで、できるだけ友情コンボを出しに行きます。これね、友情コンボめちゃくちゃ強いんですよね。だから割と、まあ、過激もね、全然ありなんだけど、遊撃をさせてあげるっていうのは全然ありかなと思ってます。で、次のステージはチョッパーを使ってでも絶対にマソスタート、じゃあロミオスタートにしたいですね。なのでマソで抜けたいです。別にチョッパー使うところは大体ここだと思うんで、ちょっと火力出しに行きたいけど、とりあえず鳥を、ちょっと弾かれちゃったな。まあいっか。はい、ちょうどいい感じに右の方に行きましたね。まあ別に配置は次のターン、次のステージでいいんであれなんですけども、はい、まあしっかりと火力を出しに行ってあげます。まあ次のね、マスのターンでイザナミのところは処理したいですね。離れた。うわ、指離れちゃった。まあいっか。で、ここでしっかりとブリキッドで火力を出しに行ってあげます。 OK。 で、ここでチョッパー撃とっかマソで突破したいんで、まあ、ロミオスタートがいいんでね。はい、これでいいですね。ちょっとやり方が狂ったんだけど、まあいっか。はい、しっかりとここで鳥をね、処理しに行きます。で、初ターンでね、ビットンを壊してしまえば、電線毒だったり、あとはワープがね、展開されないんで、カッパのね、配置がやりやすいんですよね。オッケー。めっちゃラッキーだな、今の。とりあえず、どっち倒そうかな。右か左か。なんだけど、左でいいかな。 OK。 ちょっと足りなかったか。これちょっとむずいな。これでいっか。結構スピードあるね、カッパ。これはロミオの友情コンボで左だけザコを倒していきます。まあ倒せなくてもいいけど。OK。で、ロミオで上に上げさせます。これで、はい、 OK じゃない、いいんじゃない、これ。めっちゃいいよ。で、しっかりと、はい、いいんじゃないですか。これでネクロン倒します。地雷をカッパに渡してくれればいいんですけど、出ないか。あれ、まあいっか、もう撃つわ。はい、 OK。 でこれね、確かね、
あのボス2まで飛ぶんだっけ、ボス2の結構瀕死状態、瀕死状態っていうのもあれだけど、うん、まあこれでいいかな。はい、あ、ロミオ SS 撃てばよかったな。あ、ロミオ SS 撃てばよかった。ね、ちょっと友情コンボ出して火力を出しに行ってあげます。ちょ、カッパスタートはまずいんで、あのもしもこのシチュエーションになったら、あのロミオの SS 撃っちゃってください。はい、これでいいね。うん、なんで撃たなかったのか僕でも分かんない。あ、もうこれでいいね。はい、ちょっと、おー、楽だね。いや、これもしもね、マス持っていなくても結構楽だなって思いました。はい、ってことで終わります。バイバーイ。